これ立てたい。ヤクモが向こう向きに。ヤクモ神社は松岡ね。水仁天皇の御子の一人ヤコブがヤクモ神社になって、そのお子さん三人の御子のうちの一人の神社。聖書に出てくるヤコブの神社ですか、ここは。ヤコブの子供の子孫が水仁天皇、紀元元年だから今から2000年前の方ですね。そのお子さん5人のうちの3人の巫女がいて、1人は推しの巫女がいて、全部で4人の巫女がいて、で1人が大和姫です。全部で5人お子さんがここで生まれたんですね。で大和姫っていうのは相模川が大和川という古代名があって、それで大和姫になるんですね。でこの人は伊勢神宮に入ったわけですね。でもう一人のお兄さんが熱田神宮に入った慶光天皇で、もう一人の子供がヤコブ神社のヤクモにつけて入ってるわけです。ああ、この地域の地名がですね、南湖四丁目ってなってますね。4そう、茅ヶ崎市の、南湖四丁目です。そう、南の湖と書いて南湖っていうのは、水仁天皇が灌漑用の崎池、崎沼というのを作ったんです。水田用のお水の水として、そこが金剛院が現在建ってるとこなんですけど、今はその池は消えてるけど、江戸時代の地図には池があるんですね。つまり水仁天皇というのは古事記なんかにも出てきます、紀元元年の方です。イエスにお会いしたがですね、日本にやってきたと言われてる時代のことですね。そうです。その時にヤコブも来てると。そうです。いうことですね、聖書に。ヤコブが来てるんじゃなくて、ヤコブの子孫がシュメールの王族の子孫なんで。あ、そうか。その子孫がここへ。チームの家系が物のべと結婚して、主人水人は物のべの王家に変わったんですよ。神武家は滅ぼされて。ははそれが高原天皇で紀元2世紀に滅ぼされて終わるんですけど、結婚して水仁天皇の王族は王家を維持していくわけですけど、物の部家になるわけですよ。それで物の部家が古事記を持っていた長浜屋だから本来の正式な王族ではあるんですけど、紀元元年の神社跡になるんです。だから2000年の神社なんです。歴史的に言うとね、2100年ぐらいの神社ですよ。で今ね、これ村の方たちが祭りの準備をされたんですよ。龍じゃないですよ、蛇です。蛇ですか、蛇ですか。あの鳥居の上を見てください。両側に竹をくくりつけてですね、上にしめ縄でですね、あの竜かなと思ったんですけど、地元の方が今これは蛇ですと、蛇ですと。長間屋族だから物の部家なんで蛇になります。蛇になるんです、はい、蛇をこれ身が上がる頭ですね、下の方が尾っぽ、こう竹の辛抱に通して今作られた、こういう竹はなんだろうね、準備だけできた竹は辛抱になるんですね、巻きついてる。で下にし、あの締め縄締め縄であるんですけど、この獅子頭がすごい古いんですよ。この獅子頭が古いと。ですごいこの 岩にですね、この岩もこれくっつけてるのか、ちょっとわっこな、こんなもんくっつけられないと思うんです。すごいゴツゴツとした岩の上にですね、この獅子頭が乗ってると。能祭っていうか、でかいですね、これ私ちょっと横に並びますので。古い神社なんです。どのくらいの大きさなのか、これでかいでしょ、人間様よりもはかに大きい。これ1メーターありますね。こんなでかい、こんな見たことないですね。立派な神社でしょ。これあうんですかね、やっぱあーでうんですね。文字ごとき。あうん。あうんの呼吸のあうんを示してますね。文字を作ったんで。ヤクモ、ヤクモがヤコブに、はい、ということですね。ヤコブの子孫が神武天。それは先ほどの資料でコピーで分かったんですね。でしょ。で、村の人たちが作った祭りのこの灯籠ですね。ヤクモ神社。18日がお祭り。これ4月18日ということは明後日ぐらいですか。そう、浜織祭。浜織祭の
お祭りの準備です。準備をされこの地ここが神輿殿、神門が乗る輿です、はいはいはい、それがおみこしに化けた。そしてあの家紋がですね、はい、まがたまのような大事ですか。そうですね、巴かなかった。巴もあの門ね、巴もが見られるということですね。そしてここにいろいろとなんか、寄贈した奉納されたものが刻まれているということでございますね。で本殿に参りました。本殿、あの手前の像は鳥居ですか。鳳凰ですか。はい、鳳凰で実はロケットだよね。その向こうの薬毛者と書いてある上にですね、これまたなんかこう誰かがこう対峙してる、蛇を対峙してるんですかね。スサノオですね、きっとスサノオの御事ですか。そうですね、が何をこう剣のようなものでこう切りつけてますね。その神武天皇になるのかもね。はあ、あの像がちょっと面白い。ズームイン行けますかね。竜を対してね、ちょっとズームイン、竜を対してるかな。熊津武の竜王をアップできましたかね。あまりアップしすぎるとボケてしまうから、ある程度アップして。これも珍しい彫ですね。右手に刀を持ってですね、左手になんかあれ 何を持ってますかね。いや、弓みたいなものを持ってますね。左手に弓みたいな、これジムですよね。ジムですか。で左右に獅子頭が火の神ね。あ、火の神ですか。竜はあの帝です。大きい獅子頭が、まあ、で時はガルダ本殿のですね、またあのこの模様ですね、木彫りの装飾、この鳥ですね。鳥ですね。松の絵柄に生地ですかね、これは。あれは七面鳥、鳳凰を表すような、このあれなんですかね、綺麗なあのクジャク、クジャクのクジャクと生地と、あ、それとなんか鳩みたいな感じも見えるんですが、鳩かもしれない。その絵柄が扉に刻あの作られてるという、珍しいですね。本殿のこの前にこういう、だいたいお寺とかにはこういうものが横のね、あります。あの描かれてるのが非常に多いんですけど、でこちらにもありますね。これも菊の門かな。これは木地ですかね。そうこれ波ですかね。下は、ま、松かな。松の木に。そうです。この門は何の門かわからないんですけど、木地とか小鳥がですねこう飛んでるような、千鳥ですか。波と千鳥が絵柄が刻まれていると。そしてこれ絵馬もですね、古い絵馬なんですけど、合格できますようにという古い絵馬が、書かれてまして、こちらがこの本殿の奥ですね。このかがガッとくっつけて、そこに中をちょっと見るパッとくっつけて、それが本殿ですね。本殿が、まあ、見られるということでございます。